30歳の若さで出世街道に乗るジュンロンは、倒れた祖父の代わりに実家のよろず屋を切り盛りすることに。そこにあったのは地元の人たちの温かい愛情だった。注目の若手俳優デレック・チャン主演、主人公の成長と恋を描いたハートフルドラマ、いつでも君を待っている。一挙放送。